皆さんこんにちは。動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今回は前作に続き一般道でのテストを行いました。そして前回の燃費 20.1 の注入口いっぱいまでの満タンテストが 20.07 ですから、ほぼ正確ということですね。メーターが今回は210キロ一般道を走ってみました。今回は短めにまとめてみましたのでご覧になってください。今日は一般道のテストですね。先日高速をしましたので、今回は一般道を走ろうと思います。現在、五日市線の秋川を通り越して今五日市方向に向かっているところです。多摩川とここは、秋川に近いんですが、その上流に向かっていますのでずっと坂になっています。スタートからの上流に向かってますので燃費はちょっと伸びないと思います。今五日市の駅を通り過ぎるところです。電車が止まってました。燃費もやっぱり 13.1 ということで、これからまた坂がだんだんきつくなります。日の原海岸、まもなく30キロに。この先カーブが連続します。檜原村から山を越えて上野原の方へ出ています。今上野原の駅を通り越して国道20号線です。上野原を通り越して駅を通り越して20号線、今日はどうなってますか。峠を越えましたが、下り坂もあったのでだいぶ燃費は戻っています。沿岸駅を過ぎたところです。まもなく100キロになります。17キロか、17キロですね。今日の目的地は円山からバスも出ています。川浦温泉の山形館です。目的地到着です。110キロで燃費が 16.7、 坂道も上り下りありましたけれども、このくらい走れば十分ですね。この川浦温泉山形館はそうですね、湯量が1日800トンと言いますね。シャワーも全部温泉かけ流して、温泉よし、値段よし、そして食事も美味しいと、
というところでおすすめできるようです。別にまとめてますので、そちらを興味ある方はご覧になってください。2日目です。朝窓とライト付近が全部凍ってます。カメラが動きません、そしてシステムもダメですね。アルミシートは持ってきたんですけれども、全然気がつきませんでした。そしてアイドリングで、そうですね、10分以上温めてやっと氷が少し溶けました。はい、お世話様です。260円お返し。はい、ありがとう。はい、お世話様でした。しばらく仮坂トンネルを走ります。この道路をですね、仮坂トンネルを抜けてしばらく走ると、大峰トンネル、そして、旧道の140号線と分かれるところがあるんですね。そこを今回は旧道の140号線を通ってみました。三峯神社にはこちらの方が近いと思って、まあ、行くわけではないんですけど、ちょっと通ってみたいと思ったんですが、やはりちょっとおすすめはできないですね。だんだん道が細くなってきて、そして二瀬ダムの工事の関係の車両がたくさん止まっています。ダンプカーが止まっています。ちょっと待ってみたら、通れんですか？ダンプ一人で出てくるんで、前に止まってもらいます。ダンプの前に。はい、ダンプまた来てから行ってもらって。はい、わかりました。はい、とんでもないです。前からダンプカーが来るので待っているようです。ダンプはすれ違うんだ。あー、でかいのが来た。これ動かないのかな。駐車タグ。あ、そうか。ただ、あれ止まってんだよな。工事関係者の車がずらりとあちこちに並んでいます。前方が二瀬ダムの堤防です。そして右へずっと回って三峯神社へ道が続いています。ここが秩父湖で、この右側上流の方で、ダンプがたくさん入ってきて、工事をやっています。あと30秒で終わりにします。長くなってすみません。この後、秩父を通り、そして青梅、そして横田基地の脇を通って自宅へと向かいました。まもなく目的地に着きます。
3時半無事帰着しました。私の車の燃費は市街地が13から14、郊外ですと16から18、そして高速は20というところでしょうか。ただ一般道の長旅はちょっと疲れますね。次は高速で行きます。それでは長い時間お付き合いいただきありがとうございました。ここで失礼いたします。